アークにラプチャー？何よ何よこれ、どうしてラプチャーがここにいるの？指揮官、連絡を。最悪の場合、アークの全通信が途絶えている可能性もありますね。会社の建物に行こう。そこなら無事なはずよ。エリシオンでもミシリスでもテトラでもどこでもいいから。はい、会社には独自の兵力が常に揃っていますから。二人の言う通りですね。では一番近いエリシオンでルートを組みます。指揮官。アークは完成後一回もラプチャーの進行を許しませんでした。アークの位置を知られなかったためと言われていますが、それは間違った情報です。ラプチャーはアークの位置をだいぶ前から知っていました。コードネームトーカティブは私に取引を提案しました。アークを襲撃しない代わりに一定数のニケを定期的に供給してほしいと。コードネームトーカティブが消滅した今、その取引が維持されるかは未知数ですが。エニックですか？どうして急に？おっしゃる通りですね。普通こういう時に思い浮かぶのはエニックじゃないのに。わかったわ、私も賛成。わかりました。ではエニックの部屋へのルートを考えます。私の記憶では2つのルートがあります。市街地を横切るルートと外縁部を巡っていくルートです。どちらにせよラプチャーがいるはずなので交戦は避けられません。市街地を横切るルートは建物により移動速度が遅くなることが予想され、突発的な事態が発生する危険性があります。外縁部は高層ビルが少なく比較的安全で、突発的な事態の発生も少ないと考えられます。どちらのルートを選択しますか？ラジャ、指揮官なら当然その選択をすると思っていました。聞くまでもなかったわよね。行きましょう師匠。もう全部で何体いるのよこいつら。地上より多いのでは？密度が高いわ。思ったより長くかかりそうね。指揮官。ご無事だったんですね。指揮官、アークが。落ち着いてくださいよミランダ、今は震えている場合じゃないですよ。でもアークがアークがとりゃー。ミランダ、私たちのお仕事は何ですか？はい、答えてくださいよ。私たちのお仕事は何ですか？警察です。警察は何をするんですか？市民を守り、アークを守ります。そうです。では今のミランダが市民を守り
アークを守れると思いますか？私は…そんなにブルブル震えて何ができるって言うんですか？しっかりしてください、ヨン。はい、わかりました。その調子ですよ。ポリ、何があったの？すみません、私たちにも詳しいことはわからないんです。ミランダと帰宅途中だったのですが、急にアークの空に穴が開いたんですよ。アークの空に穴？エターナルスカイが壊れたってこと？はい、そうだと思います。どうして急に穴が開いたんでしょうか？わかりませんよ。本当に突然穴が開いたんです。その穴からラプチャーが飛び出してきたんですよ。ロード級に見えるのも出てきたんですが、戦っている途中で気を失ってしまったんです。目が覚めて状況を把握しようとしたところに指揮官たちが来てくれたんですよ。たくさんの建物と道が壊されました。しかし幸いにもまだ人命被害はないようです。はい、不幸中の幸いですよ。今のところはまだ発見してませんから。ちなみにアークの非常電力はきちんと動いてますよ。最悪の最悪ではないってことですね。あと、あちこちから銃声が聞こえます。ニケの皆さんがラプチャーと戦っているようです。でも安心できませんよ。被害を受けた場所はここだけじゃないはずですから。ひとまず被害状況や復旧状態だけでも分かればいいのですが、今は通信もつながらない上に煙と火花のせいで視界も悪いですから。皆さんはどこへ向かっていたのですか？あ、そうでした、その手がありましたね。そうですね、エニックなら状況を把握しているはずですよ。わかりました。 ACPU がカウンターズに同行いたします。うん、数が多いですね。ミランダ、私の後ろに隠れましたか？気になるからって突然顔を出しちゃダメですよ。ミランダ？あ、すみません、ポリの髪の毛がふわふわで一瞬眠ってしまいました。よく聞いてくださいね。あのラプチャーたちと正面衝突はできませんよ。いけそうだけど。いや、高火力モデルが多すぎる。はい、建物の被害は最大限抑えた方がいいですから。ラピ、ラプチャーたちの視線を引きつける作戦はまだ有効でしょうか？視線を引きつける？人間やニケがラプチャーの常識から外れた行動をすれば、しばらく判断が鈍ると聞いたことがありますよ。その経験なら何度かあるわ。それは良かったです。わあ、詳しいのね。勉強しましたから。あなたたちって地上に行くことはほとんどないでしょ？そうですけど、私たちの敵ですから知っておかないと。私、反省します。じゃあ誰かお願いできませんか？その隙に私が接近して撃墜しますよ。
私がやります。じゃあ誰かお願いできませんか。その隙に私が接近して撃墜しますよ。ポリー、どうして無視するんですか。おかしな行動をするに決まってるからですよ。そんなことありません、自信あります。実は私、誰もがしばらくの間動けなくなる魔法の言葉を知ってるんです。本当ですか。本当です。わかりました、任せますよ。絶対に無理はしないこと、いいですね。もちろんです。動くな、 ACPU だ。いい、お気持ちを察しします。なんでネオンが察するのよ。あなたは察しちゃダメでしょ。状況終了。幸い高火力兵器は使わなかったみたいね。建物への被害は少ないわよ。何はともあれ、視線を引きつけるのには成功したわね。作戦成功です。またあんなことしたらお仕置きしますからね。すみません。行きましょう指揮官。ルートはなかなか見つからないわよね。さっきから感じてたけど、本当参っちゃうわ。アーク市街地の道は網羅してると思ってたけど、崩れたり途切れたりしてて道がめちゃくちゃなのよ。頭に入ってる地図は使えないわね。ここなら普段なら目をつぶってても歩けるのに。ご心配なく、ミランダが解決できますよ。はい、私にお任せください。え？道が塞がった時どこへ行けばいいのか熟知しています。完全に塞がっていなければいくらでも迂回して進めます。そうですよ、ミランダは交通警察ですから。すべての道を把握しているんです。非常時や緊急時のルートも詳しいですよ。あ、すごいですね。話を聞く限りすごいけど、それって信用できるの？もちろんですよ、ミランダは優秀なんです。その通りです。私が先頭に立ちます。ねえポリー。はい。前から気になってたんだけど、アークにはほとんど車がないでしょ。そうですね、よっぽどお金持ちじゃない限り乗りませんから。そもそも生産数も少ないですし。じゃあ交通警察って何をしてるの？交通整理って何のこと？わあ、すごいわね。一度も止まらずあちこちさっさと移動できるなんて。少し遅いですが、この速度なら2時間以内にエニックの部屋へ到着します。はい、あと少しです。これまで一度も人間を見てないわね。はい、まだ見てませんね。ってことは全員避難したか、跡形もなく消え去ったのか。アニス、綺麗すぎるから言っただけよ、深い意味はないの。通信感度チェック、良好。
通信が復活したの？まだアーク内の通信網は復旧していません。あなた方の近くにホットラインを生成しただけです。内容を整理中、少々お待ちください。それは違います。正しくは、それが原因である確率は非常に低いです。お、指揮官、秘密のお話ですか？エニック、人命被害はどれくらいか分かりますか？現在まで死亡者及び負傷者は0名です。え？いや、嬉しいことですが、そんなことありえるんですか？状況発生10分前、近隣の全住民に緊急避難命令を下し、シェルターに避難させたためです。メティス部隊の勝利イベントのおかげで、ほとんどの人間が集まっていたため、避難は比較的スムーズでした。私たちは緊急避難命令なんて聞いてませんよ。ニケには送っていません。え？ニケは侵略したラプチャーと戦わなければならないからです。ニケの存在意義はラプチャーとの戦闘です。いや、警告くらいはしてくれてもいいじゃないですか。それは私の能力外でした。人間一人一人の動きと心理状態、シェルターの状態をリアルタイムで制御およびケアするのが限界でした。状況発生10分前に今後の出来事に関する計算が終わったため、時間がありませんでした。あの、じゃあ他のニケは？把握中です。完了次第共有します。内容を整理中、整理完了、共有します。私はアークで起きる全てを記録しています。アークにラプチャーが入ってきた結果を類推するのに時間がかかり、今ようやくその整理が終わりました。指揮官に共有します。それと、私のもとへ来てください。指揮官にやっていただくことがあります。お断りします。ブラン、そんなにはっきり言わなくても。ノワールお姉ちゃんは黙ってて、私が解決するから。でも間違ったことは言ってないでしょ。少し話し合ってみない？お姉ちゃんの方は話が通じるみたいだね。よく考えてみて、あんたらに損はないでしょ。ヘッドニアがコインラッシュに常駐し警備してくれると言いましたよね。裏社会の巨大勢力の一つであるヘッドニアがここに足を踏み入れた瞬間、コインラッシュの評判は下がるはずです。白ウサギちゃんはこの世界のことが全然わかってないみたいだね。うちの子たちが怖いスーツを着てここで目をギラギラさせながら警備するとでも？お客さんに偽装するんだよ。そうすれば何かあった時すぐに対応できるでしょ。最高だと思わない？もう一度申し上げますが、私たちに護衛は必要ありません。ここはアークで最も安全な大人の遊び場ですから。そう、最近は不良たちのたまり場みたいになってるって聞いたけど、
金を貸してくれ。ジャックポットなのに賞金が出てこない。ウェルカムドリンクを飲んだら腹を壊したから治療費を払え。そういうチンピラが出入りしてるって、私の聞き間違いかな。ブラン、話だけでも聞いてみよう。最近すごく大変だったでしょ。ルージュとジュンも研修で1ヶ月帰ってこないし、私たちだけじゃ対処しきれないよ。このままじゃコインラッシュが楽しい場所じゃなくて怖い場所になっちゃうかもしれない。それだけは嫌なの。私も嫌よ。ここに来る人たちには楽しんでもらわないと。やっと話を聞く気になった。条件を教えてください。まあ、さっき話した通りだよ。ヘッドニアの精鋭たちが一般人のふりをしてコインラッシュに常駐する。まあ、みんなが退屈しないようゲーム代くらいは用意してもらうけどね。そしてトラブルが起きたら私らのやり方で処理をする。それだけ。ヘッドニアのやり方とは、マシンガン乱射ですか？それもいいけど、そんなことしたらお客様が逃げちゃうでしょ。静かに近づいてあるものをそっと見せるだけで大体の問題がすっきり解決だよ。そのあるものって何ですか？知りたい？怖がりな黒ウサギちゃんにはちょっと刺激が強すぎるかもよ。何の騒ぎも起きず誰も怪我しないんですよね？もちろん誰にも見られないはずだし、当事者は忘れられないくらい恐ろしいものを見るかもしれないけどね。では対価は？対価？何のこと？ヘッドニアがただでコインラッシュを守ってくれるはずありませんよね。何か望みがあるのでは？ふーん、なるほどね。そうだよね。何でもただでやってあげちゃダメだよね。何がいいかな。やっぱり一番手頃で楽なのはお金じゃないかな。いくらお望みですか？純収益の 60% くらいとか。はい、いいアイデアでしょ。じゃあすぐにハンコを。お断りします。なんで？これくらいの条件ならいいじゃん。 60% だなんてありえません。いくら困ったお客様が来たって 60% も損はするとは思いませんから。それにそこまで渡してしまうとゲームセンターの運営に支障が出ます。スタッフの給料はもちろん、マシンの点検も厳しくなるでしょう。だから絶対にその条件は飲めません。なんで急に同じことしか言わなくなっちゃったの？姉妹ですから。面白いねあんたら。まあ負担になる額だってことは分かったけど、契約しておいた方がいいと思うよ。お断りします。きっと後悔すると思うけどな。まあいっか。じゃまた今度話そう。やっほー、ウサギちゃんたち、2日ぶりだっけ？じゃ改めて話そっか。2日間でクレーマーが一気に増えたって聞いたよ。かなりの被害だって？大きな景品もいくつか取られたんだって？確かいい値段したよね。あー、かわいそう。そんな目で見ないでよ。本気で同情してんだから。ここ好きなのよ私も。とにかくアークのエンターテイメントのために頑張る37部隊のためにスペシャル割引、私が特別に純収益の 40% に割引してあげる。
それならいいでしょ。 20% 割引なんて出血大サービスじゃん。さくらさん、さくらさんのおっしゃった通りですね。え？生命界の親分が何のよ。ここにはお茶もお茶菓子もないけど、それとも今さらこっちの遊びに目覚めたってわけ？ドザンナ、君が手を回しここを魔窟にしたことは知っています。へえ、知ってたの？涼しい顔をしながら、随分と卑劣なことをするのですね。欲しいものを手に入れるためなら手段と方法を選ばないって言ってくれる？そういうわけでコインラッシュの護衛は生命界が担当することにしました。はあ？まだ確定ではありませんが。ちょっとウサギちゃんたち、クマを捕まえるためにトラを仲間にするつもり？ウサギちゃんたちに一杯食わされ、あとでも言うと思った。ふざけてんの？ねえお嬢ちゃん、お呼びですか？ならず者さん、あんたにはこれが単純なマネーゲームに見えるわけ？あんたにもわかるでしょ、なんで私らがこんな面倒なことしてんのか。よく存じております。じゃあなんで邪魔すんの？帳は濃ければ濃いほど本質がぼやけてしまうものですから。わかったわかったけど、なんで生命界が邪魔すんの？これは私のビジネスなんだけど。最近はならず者の真似事をビジネスと呼ぶようですね。あんたらには私のビジネスに口を出す理由なんてないでしょ。助けを求める者に善意を施すことに大義名分など必要でしょうか？それで何？その善意をタダで施すっての？生命界が無償で行うといった記憶はございません。え？私たちは純収益の3割をいただくとしましょう。 30% ですって？なるほどね。じゃああたしらも 30% にしてあげる。あのさくらさん、まさか対価なしに私たちの力が借りられるとでも？君たちは危機的状況にあり、我々ならばそれを解決できる。人の才を借りるときはそれに見合った対価を支払わなければならないもの。知らないとは言わせませんよ。それでどっちに頼むの？ 15% ずつ分けるって方法もあるし。どちらもいりません。ここは私たちの力で守りますから。はあ？ふざけてんの？私もうみんなに言ってあるんだけど、久しぶりに健全な仕事が来たってみんなどれだけ喜んだかわかる？それが突然パーになったらみんな怒るよね。ムカつくからゲームセンターに来てストレス発散しちゃうかもね。脅迫ですか？何言ってんの？ストレス発散といえばゲームに決まってんじゃん。そのために作った場所でしょ、ここ。このことはマスタング社長に報告します。どうぞご自由に。後のことは保証できませんが。ブラン、どうしよう。わか。おい、このチンピラども。困りましたね。アンダーワールドクイーンが37に手を出したんですね。何があったんですか？37部隊が運営しているゲームセンターコインラッシュはアークで稼ぎがいい場所の一つですよ。マスタング社長の夢とも言える場所で、あらゆるゲームが揃っている一種のテーマパークですね。エンターテインメントの聖地みたいなものですよ。
アンダーワールドクイーン部隊はアークの闇の勢力を統率する部隊ですよ。裏路地の女王たちってことね。巧みに法の隙間をくぐって手荒な真似をする人たちなので、 ACPU でも目を光らせてますよ。でもちょっと意外ですね。ロザンナのヘッドニアもサクラの生命会もお金に困っている組織じゃないんですよ。どうして37に手を出したのでしょうか。続きをご覧ください。ロザンナ、サクラ。静かにしてよ。いらっしゃいましたか。お前らここを守る代わりに護衛費をもらうって言ったらしいな。何チンピラみたいな真似してんだよ。アンダーワールドクイーンの名に泥を塗る気か。チンピラはやめてくんない。息の根止めるよ。そういう君のボタン会も護衛費をもらっているのでは。うちは店の商品をもらってんだ。食べ物とかを分けてもらってるだけさ。街頭の店舗で主に扱っている商品を受け取っているのですね。そうだ。それも商売に支障をきたさない範囲だぞ。ここは主にお金を扱っています。ですからお金をもらうだけ。違いはないと思いますが。違うだろ。何が。そのお金をもらうのはチンピラみたいだけど商品は違うだろ。以前から感じていましたが、モランには話が通じないようですね。とにかく今すぐやめろ。こんなことをさせるためにマスタングがこの仕事を頼んだわけじゃないだろ。侠客なら侠客らしく振る舞えって。ちょっとモラン、マスタングを持ち出さないで。侠客って言葉も使わないで。どうせあんたも私も同じ裏社会で生きる人間。侠客？笑わせないで。お互いに助け合おうって言ってるだけじゃん。わざと部下に暴れさせて脅迫までするのが助け合いなのか。ヘッドニアではそうやって助け合うみたいだな。それこそチンピラ集団じゃねえか。言葉には気をつけろって言ったよね、ロザンナ。お前いつからこんな三流のチンピラになっちまったんだ。てめえ。やめましょう。ここは人目につきます。それに見にくいですよ。あんたも黙りな。私に命令すんじゃねえ。ブラン、ノアール、心配すんな。ここはボタン会が守ってやるから。これで3組織目ですか。私たちがそんなに甘く見え。ただでやってやるよ。はい。本当ですか。ああ、損得を考えず困っている者に手を貸すこと、それが侠客ってやつだからよ。最悪。本当のことを言った方が良いのでは。あのバカがちゃんと理解できるかどうか。なんだと、俺に言ってるのか。俺は頭は悪いがチンピラみたいな真似はしねえ。もういいから、ついてきて。ちょっと話そう。なんだよ、話ならここでいいだろ。いいからついてこいってば。二度とチンピラなんて言わせないから。こちらへ。静かな場所でお伝えしたいことがございます。なんだよ、お前ら何かあるのか。また俺を仲間外れにして。お前らだけだから、おとなしくついてこ。
こんな過激な手を使うとは。なんだよこれ。ブラン、ノワール、ここで最も価値が高い景品は何ですか？どうしてそんなことを。説明している時間はありません。中央上部にあるジュエルのネックレスです。わかりました。なんだよ、何してんだ。招かれざる客がいます。それも手癖の悪い。お前それ撃つ気じゃないよな。ゴム弾です。ご心配には及びません。当たった。いいえ、外れました。失敗です。この煙、普通の煙ではありませんね。盗まれちゃったの。ひとまず怪我人がいないか確認しよう。大勢で動くと思ってたのに、まさか単独で動くとはね。体のしびれを感じます。発煙弾の中にエブラチャフが混ぜてあったようですね。明らかに私たちを狙った作戦だと考えていいでしょう。そもそも君があまりにも派手に動きすぎたせいでは、ここにニケがいることを宣伝したようなものですから。うるさいな、これが私のやり方なの。盗まれたのはジュエルのネックレス。現金化しやすいものを持っていったのですね。現金化しやすい？どういうことだ？ブラックネットで1日に取引されるジュエルの量がどれくらいか知ってる？それをいちいち追跡するのは不可能に近いの。不可能に近いだけで不可能じゃないだろ。久しぶりに正しいことを言いましたね。ブラックネットを調べてみます。いくら分けて売ったとしても、あの量なら尻尾がつかめるでしょう。じゃあ私はアウターリムに行ってくる。そこで一人一人とっちめれば何か出てくるだろうし。おい、さっき言おうとしてた話ってのは何なんだ？よくわかんねえけど、深刻な話なんだろ？俺も手伝うよ。ではモラン、君はアークで情報を集めてください。だから何の情報だよ。エンターヘブンがアークで大規模なテロを企てているという情報です。なんだって？密告があったのです。エンターヘブンがテロに使う費用を調達するためにコインラッシュを襲撃するはずだと。ロザンナと私はそれを止めるためにこのような寸劇をやっていたのです。いや、それならあいつらに正直に言えばよかっただろ。バカなこと言わないで。本当のことを言ったらあの子たちどうしたと思う？きっと中央政府に通報したはずだよ。アークへのテロはその容疑だけでも極刑に処されます。エンターヘブンを処理するためにアウターリムを荒らすでしょう。そうなると犠牲者の数は言うまでもありません。それであんな演技を。テロを防ぐのではなく、裏社会組織の金絡みに見せる必要がありましたから。なんで俺に言わなかったんだ？自慢じゃねえけど、ボタン会ならただで護衛してもおかしくないだろ。あんたらじゃ数が足りないでしょ。うちの30分の1にも満たないんだから。エンターヘブンから大勢来ると思ってたから、あんただけに任せられなかったの。まさか一人で来るとはね。でも一緒に動くことはできただろ。モランは思ってることが顔と発言に全部出てしまいますから。素晴らしいことですが、こういう場合には適しませんね。じゃあ、俺がここに来たせいで全部台無しにしちまったってことか。まだそうと決まったわけじゃないでしょ。
まだ何も台無しにはなっていません。彼らのテロ計画を止めなければ、そもそもなかったことにしなくては。そうすれば誰も怪我せずに済むでしょ。わかった。じゃあ俺がブラックネットを調査すればいいんだな。はあ、私がアウターリム、サクラがブラックネット、あんたがアークだっつの、この石頭。そうか、わかったよ。EH が中央政府の上層部と密会したって。ちょっとしっかりしてよ。いい？もう一回だけ聞いてあげる。 EH、 つまりあんたらエンターヘブンの隊長が中央政府の上層部と密会したって？そうだ。降伏宣言でもしに行ったの？もうテロなんてしません、一生懸命静かに暮らします、的な？取引を。何の取引？知らない。会うと聞いただけで他には何も。うまくいかなかったって。だから金が必要だって言ってた。話がつかなかったからお金が必要だって？何それ、中央政府に金をたかりに行ったってわけ？ありえないよね。もうなんか順序がおかしいんだよね。私はテロのためにあんたらがお金を必要としてるって聞いたんだけど、その前に中央政府の幹部とテロリストの隊長があった？どうなってんの？ちょっと静かにしてくんない？今考え事してんだから。そもそもあんたらの目的はテロじゃなかったってこと？違う理由があった。だから中央政府に直接会いに行った。違う？まあ EH と中央政府の幹部が何の話をしたのかを確認する方法はもうなさそうだし、そろそろ質問変えるね。あんたらコインラッシュに現金化しやすい景品があるって誰から聞いたの？我々の情報力をなめるな。引きがっちゃって。あんたらの情報力はめちゃくちゃでしょ？アークの表世界であるコインラッシュに関する情報をエンターヘブンが手にするにはあんたらだけの力じゃ絶対無理。誰かいるんでしょ？ねえ。ちょっとこれ見てくんない？私とさくらに届いたメールなんだけど。ふん、こいつなんだ。こいつが私らにエンターヘブンがテロの資金集めのためにコインラッシュを襲うはずだっていう偽の情報を流してあんたらにコインラッシュを襲うようそそのかしたんだ。バイパー、ほんと毒蛇みたいなやつ。どうしてこんな面倒なことしたのかな。おっとっと、拘束しすぎちゃった。みんな早く病院に連れてって、後遺症が残らないようにしてあげてね。あたしらをおとりに使った？アウターリムと裏社会を守るあたしらがエンターヘブンの奴らが虐殺されるのを防ぐために護衛費という名目でコインラッシュに接近、その混乱の隙をついて EH に景品を盗ませた。中央政府はまずこの一連の騒動は
アンダーワールドクイーンの護衛費争いが原因で起きたことだと思うだろうし、エンターヘブンは第一容疑者から外れる。何をするつもり、エキゾチック。この間、大量の新式個人用銃器と弾丸がブラックネットで販売されたんだ。どれくらい売れました？アサルトライフルが200丁。銃だけですか？奇妙ですね。もっと奇妙なことを教えてあげようか。販売された銃器は全てニケ用なんだ。ニケ用？反動が少なく故障も少ない銃器。ま、使おうと思えば人間でも使えるがな。痛い目には合うだろうが。テロに使うような武装ではありませんね。ああ。購入者が誰だかは分かりますか？そこまでは分からない。景品用のジュエルを分けて売ったと言っていたな。広すぎる。逆追跡できないレベルだ。ブラックネットは広く深いから。状況から見てエンターヘブンに流れたのは間違いなさそうですね。その可能性が高いな。確実だとは言えないが。他に何か変わった点はありませんか？ああ、あるよ。今まで売れ残っていた巨大爆弾が売れたんだ。ニケ用の個人銃器が売れた時期と重なっている。巨大爆弾ですか？ああ、でも少し変わっていてね。掘削用の爆弾なんだ。アークはすでに完成しているし、前哨基地も工事が中断されているから使い道がない商品なんだ。ラプチャー用にも使えない。垂直に作用する力が大きい爆弾だからな。事実上役に立たない代物さ。ブラックネットではいろいろなものを扱っているのですね。ああ、ないものはないからな。金さえあれば何でも買える。それがテロに使われるのか、どこに使われるのか、販売者としてはこれっぽっちも興味はない。私が言えることではありませんが、本当に真靴ですね。だから面白いのさ。掘削用の爆弾もテロに使うようなものではありませんね。そうだな。どうやらエンターヘブンが買ったようだが。何が目的なのか。しかし妙ですね。君は商人部隊所属なのに、どうしてこのようなものの所在を？趣味だ。趣味ですか？危険そうに見える商品をモニタリングするのが趣味なんだ。なんであれ、安全に越したことはないだろう。リスクも逃げ場がないと背負えないからな。だから私が敵側だと疑うのはやめてくれないか。ただものではありませんね。失礼いたしました。情報感謝いたします。うちの者もこちらの方面に精通していると自負しておりましたが、趣味で楽しむ者には勝てませんね。大げさな。こちらとしても生命界に貸しを作っておきたいからね。今日のことは忘れません。今後いくらでもお声掛けください。わかった、覚えておくよ。うちの者が帰り道をご案内いたします。またお会いしましょう。もちろんだ。購入した商品はテロには適さないものばかり。ニケを利用したテロは成立不可。そもそも9割以上のニケは人間に拳一つ振りかざすことさえ不可能。そんな考えを抱くことさえできないはず。あの武器、攻撃が目的ではないようですね。まるで。なんだって、それは本当なのか？はい、間違いありません。エンターヘブンに俺の大親友がいるんです。
そいつから聞いた話なので本当です。 EH のやつ最高に腹を立ててるんだろうな。それでそれを全部持ってどこに行くつもりだ？アウターリムに帰るんでしょう。どうやって？アウターリムとアークは防壁で塞がれてるじゃねえか。大量の武器を持ってる奴を投資はしなさそうだが。姉貴、それがですね、エレベーターを利用するらしいんですよ。エレベーター？はい、アークには地上に続くエレベーターがたくさんありますよね。アークほどではありませんが、アウターリムにも地上に続くエレベーターがあるらしいんです。ほとんどは作動しませんが、いくつか今も使えるそうです。だからアウターリムからエレベーターに乗って地上へ上がり、アークとつながったエレベーターに乗ってアークへ行くんです。そんなことできるのか？アークには数千台のエレベーターがあります。そのうち一つくらいは管理がおろそかなものがあるでしょうから。いや、そういうことじゃなくて、地上にはラプチャーがいるだろ。人間が突破できんのか？アウターリムはどんなところですか？アークから何も手に入れられないから地上に目を向けた場所ですよね。ラプチャーを叩き壊すことはできなくても、逃げ回るノウハウくらいはいくらでもあるでしょう。エンターヘブンは言うまでもありません。じゃあ EH は欲しいもんが手に入ったから戻るってことだな。はい。それを止めねえと。ああ、なぜですか？俺は EH の話も一理あると思いますが。それはそうだが、それじゃダメなんだ。本当に頑固ですね。どれだ？EH が乗るエレベーターは。メールで送っておきます。姉貴は方向音痴ですからね。ちゃんとナビを見て行ってくださいよ。お前は行かねえのか？見逃してくださいよ。どう見たって戦闘が始まりそうな場所で俺に何ができるって言うんですか？誰がどう見ても喧嘩には向いてないでしょ。俺はインテリなんですよ。冗談はそれぐらいにしときな。ロザンナとサクラにも連絡しておいてくれ。はい。行こうか。エリシオン・ハーパー。モーラン、その名前で呼ばないで。とっくの昔に捨てた名前だから。どこに行くつもりだ？家に帰るの。そうだな、家には帰らねえとな。でもその大量の荷物はここに置いていけ。これは私たちに必要なものなの。私たちを守ってくれる武器なの。お前らを殺す武器だろ。どうして？それはだから。おバカさんね。それを持って帰ったらどうなるかわからない。どうしても争いが必要なのですか？あ、早かったじゃねえか。久しぶり。アンダーワールドクイーンが集まるのもね。黙って私の話を聞いて。あんたがそれを持って帰った瞬間、エンターヘブンは新式武器で武装したテロ集団だとみなされる。今までは危険性の低い旧式武器だったから放っておいたけど、新式武器なら話は別。逃げ用武器かどうかは重要じゃない。重要なのは本格的に武装したっていう事実だけ。エンターヘブンはその瞬間から完全に中央政府の敵になってしまう。あいつらは金と時間を惜しまず、あんたらを一掃しようとするでしょうね。エンターヘブンだけではありません。アウターリムまで血の海になるでしょう。多くの人が命を失うはずです。私ね、中央政府の副司令官と会ったの。真剣に話があるって伝えたらすぐに会ってくれた。私、アウターリムにもニケを配置してほしいって言ったの。ニケを？怖かったの。
アークの頭上にラプチャーがやってきたって話を聞いたとき、そのラプチャーをメティスが一網打尽にしたって聞いたとき、そしてその一連の過程においてアウターリムの人々のことは微塵も考慮されてなかったとき、今まで感じたことのない恐怖を覚えた。忘れてたの。私たちの敵が誰なのか、どうしてこの暗い地下に潜る必要があったのか、それで頼み込んだの。ふてぶてしく座りながら優雅にお茶を飲んでいた副司令官に、アウターリムの人々だって生きていきたいって、だからニケを配置してくれって、全ての活動をやめておとなしく暮らすから、防壁を閉じてもいいから、私たちを殺さないでほしいって。そしたら彼なんて言ったと思う？やめろ。そう言って私を殺そうとした。だから逃げ出したの。奴はそもそも話を聞く気なんてなかった。奴らからしてみたらアウターリムは単なるゴミ捨て場に過ぎないから、人間が暮らす場所だなんて思ってすらいない。私たちはずっとそこで暮らしてるのに。誰なんだ、そんなふざけたことを言ったのは。モラン、一つだけ教えて。私たちは人間？当たり前だろ、お前らは人間だ、生きてる人間だ。じゃあ奴らはどうして私たちをこんな風に扱うの？奴らが人間じゃねえだけだ。私にはみんなを守る手段が必要だった。これが私たち自身を守る武器になるの。じゃあその爆弾は何だよ？私たち専用のエレベーターを確保するの。位置はいいんだけど道が塞がってて、だからこの爆弾で道を作るの。そこまでするのか？誰も気にかけてくれないし、誰も助けてくれないから。俺たちがいるだろ、俺たちが手伝うから。アンダーワールドクイーンが、モランが、ロザンナが、サクラが支えるから。悪いけどお前たちのことも信じられない。ふざけんな。私らが誰のためにコインラッシュであんな面倒なことしたと思ってんの？それにここまで何しに来たと思う？自滅する奴の見物に来たとでも思ってんの？お前たちはただマスタングの命令に従ってるだけでしょ。暴力を行使してでもアウターリムを守れっていう命令に。はい、その通りです。あの方が私たちを裏社会にとどまらせたのは、裏にはびこる争いを止めるためでしょう。そして争いを完全に根絶やしにして、アークで命を落とす者が生まれないようにするためです。ですから暴力を暴力で抑えつけるのが私たちの使命。君は今前例のない暴力の風を巻き起こそうとしているのです。今ここで君を撃つことが最も早く確実な方法だということはお分かりでしょ？武器を捨ててください。そして何もなかったようにエレベーターに乗ってアウターリムへと戻るのです。あとのことは私たちにお任せください。私は君に生きていてほしいのです。君の望む未来は必ずやってきます。このサクラが私と組織の名誉にかけてお約束しましょう。モランとボタン会も約束するぜ。頑張るから早く武器を置いて立ち去りなさいよ。いつ来るのかな、私たちが人間として扱われる日は。私たちがこの暗闇から抜け出せる日は。
本当に来るのかな。来るはずだ、必ず。お前たちを信じ。伏せ。ハーパー。肩に弾が貫通してる。動くんじゃねえ。頭に当てろと命令したはずだが、せっかくリミットまで解除してやったのに。所詮量産型は量産型か。直々にこちらまでいらっしゃるとは、よっぽど実績が欲しかったようですね、副司令官様。うん、私の命令通りよく動いてくれたな、アンダーワールドクイーン。見事に時間を稼いでくれたよ。誰が誰に命令を下したって。私がお前たちにだ。テロリストのリーダーが逃走中だから接近して時間を稼げと命令しただろう。ふざけるな、そんな命令なんて聞いた覚え。モラン、彼の発言は自身をアピールするためのものです。どこかで録画でもしているのでしょう。ねえ副司令官、あたしらはあんたに命令された覚えなんてないんだけど。副司令官になって長いのに、専属2家を一人も持てないような人間があたしらに命令？何様のつもり？じゃあなんだ、貴様らはテロリストの逃走を助けているとでも言うのか。テロリスト？誰のこと？ニケ風情が。ふざけるのもいい加減にしろ。そこに倒れているゴミのことだ。どうしてここが。てん、このエレベーターが何に使われているか知ってるか。危険すぎてアウターリム、いやゴミ捨て場にも送れない廃棄物を地上へと送るんだ。だから貴様がここらへ来ると呼んだ。それにここしかないからな。お前たちにふさわしいエレベーターは。内部に裏切り者がいたのね、うん、そもそもこの場所を知っている人は5人。バイパー、うん、毒蛇に噛まれたか。そういうことだ。テロリストの末路だな。私は本気でお前と話をするつもりだったのに。撃て。肝に銘じてください。私たちがいる場所で、私たちが見ている場所で暴力を振りかざすなら許可が必要だということを。あなただからといって例外ではありません。ドバン。どういうことだ。テロリストをかばうのか。人類と悪を守らねばならぬニケが人類と悪を脅かすテロリストを。反逆だ。下がって。お前たちまで巻き込まれる必要はない。だよな。でも体が言うことを聞かねえんだ。反逆者は全員死刑だ。残さず例外なく死刑だ。イングリッドに連絡しろ。今すぐエクスターナーを送れと。ここに人類と悪を裏切ったイレギュラーがいるぞ。エクスターナ。結局完成させたのね、イングリッド。好きにすれば。今すぐ呼んでみな。ちょうど気になってたの、そいつらが本当にニケの死神なのかどうか。通常噂というのは誇張されるものですから。そうだよな、うん。
お前はここに来るべきじゃなかった、副司令官。無理やり作った爆弾だから大した威力はない。ニケは生き残るだろうけど、人間であるお前と私は死ぬ。くっ、汚らわしいテロリストめ。下がって、私行かなくちゃ。待て、それは置いていくんだ。私たちも行きたいの、モラン。またね。エレベーターにロックをかけておいたのさ。お前はどこへも行けん、このテロリストが。そう、じゃあ一緒に死にましょう。もううんざり。死ぬのはお前一人だ、テロリストめ。ルーチャー、ハーパーを捕まえて、あれを持ち帰らせちゃダメ。まずは奴らの攻撃を阻止しなければ。いや、まずは爆弾を。なんで急に。エレベーターを止めろ、止めろと言ってるんだ。どうしてロックが解除されたんだ。チェーンでしっかり固定したはずなのに。アウターリム、アウターリムへ部屋を送れ。奴らを一掃するんだ。運が良かったのか、それとも、どうでもいい。この武器さえあれば私たちの居場所を守れる。じっと座って死を待つくらいなら武器を手にして死ぬ方がマシ。そうね、ここら辺で全て終わらせるのもいいかもしれない。もう疲れた。何の音？掘削用爆弾が、どうして。爆弾は地上で爆発。アークと地上をつなぐ通路を作りました。爆発に反応した付近のラプチャーが集まり、今の事態を引き起こしたのです。どうして止めなかったの？全てを記録してる超スーパー AI なんでしょ？気づけませんでした。え？個々の行動が重なり、このような結果につながるとは予測できませんでした。おそらく私が心というものを理解できないせいでしょう。あなたでもミスすることがあるのね。その辺にいたラプチャーが集まったにしては数が多すぎるわ。皆さんはご存知のはずです。先日アークの頭上に多数のラプチャーが呼び出されたことを。その残存勢力と付近のラプチャーが集まると同時に、ロード級がコーリングシグナルを発生。多数のラプチャーが一箇所に集結し、アークへ降りてきました。私の部屋まであと300メートル。残りの話は中でしましょう。ようこそ。こんにちは。はじめましてですやん。はじめまして。どうしたんですか？アークの主人であるエニックとお会いできて、光栄。私はアークの主人ではありません。管理 AI です。あ、そ
のですか？勝算があるのかという質問ですね。これから6時間後に全ての状況が片付きます。え？穴が開いた場所にはマイティーツールズが緊急投入され、現在補修中。その付近でアブソルート部隊とメティス部隊が追加のラプチャーの侵入を防いでいます。スムーズに進行中です。各地では戦闘可能な全2家がラプチャーと応戦中であり、そのうち2家52機が小破、114機が中破状態です。大破および死亡処理がなされた2家はまだいません。戦力および各種インフラは迅速に復旧中であり、5分後にアーク内の通信がすべて回復します。状況整理後34日後に全被害を復旧可能です。そのためのプランを確認されますか？アーク内部に自立型武装を内蔵し、いつどこでも補給できるよう環境を整えておきました。私は常に最悪の事態を想定しています。そしてこの事態は最悪ではありません。そのため比較的スムーズに対応できます。すごいわね。でも良かったです。最初は本当にどうなるかと思っちゃいましたよ。指揮官を呼んだ理由は？そうね、指揮官様がすべきことがあるって言ってなかった？はい、ヘレティック、ニヒリスターがアークにやってくるはずです。な、追加の侵略兵力を確認するために地上をスキャンしていたところ、空中から超高速で接近している巨大なエネルギー源を感知しました。速度とエネルギー源の大きさから見て、ヘレティック・ニヒリスターと完全に一致します。現在の速度を維持した場合、メティスとアブソルートの武装では阻止できません。侵入を許すことになるでしょう。ここをバンカーとしてニヒリスターと交戦してください。私がおびき寄せます。あなたにはヘレティックとの交戦で勝利した経験があります。現時点ではあなたが唯一の対抗手段です。ヘレティック・ニヒリスター、アークへの侵入を確認。疑似コーリングシグナルによりここへおびき寄せます。もう？何してるのよ。火力の呼吸です。戦闘準備をしてるんですよ。指揮官、念のためアンチェインドをご用意ください。ミランダ、しっかり気を引き締めてくださいね。は、はい。3秒後接触。なんだ、誰かに呼ばれたと思って来てみりゃお前らかよ。つーか、お前らいいとこに住んでんじゃねえか。上の世界は壊滅状態だってのに、お前らはこんなとこで遊んで暮らしてたのかよ。上で大きな爆発が起きたから何事かと思って来てみたのさ。よく見たら地面に穴が開いててよ。アークってのがどんなところか一度この目で見たくて来てやったのさ。そうしようかと思ったが、遠慮するぜ。思ったよりいい場所じゃねえか。気に入った。住み着くのも悪くねえよな。数日暮らしてみたら考えが変わるはずよ。それにこの感じ、ここにいるんだな。情けねえトーカティブとインディビリアが
インディビディアですか？マテリアル H の原型となる名前よ。来たついでにもらってくぜ。俺の大切な仲間なんだ。あんたにできるかしら。は？この間一発当たっただけでヘロヘロになってたじゃない。今回は助けてくれるお友達もいないみたいだけど大丈夫？この間は世話になったな。あの毒を体から抜くのに俺がどんだけ苦労したかわかるか？今回はうざって指揮官もピルグリムもいねえからな。すぐにハエにしてやるよ。アンチェインド発射！冗談よ冗談。そんなにビビらないで。お前は徹底的に痛めつけてやる。アンチェインド発射！ああ、これ効果抜群ですね。アンチェインド発射！シュンシュン！ダダダーン！発射発射！ドドドドーン！バンバーン！すごいです。ヘレティックが身動きを取れずにいます。はぁ、燃やしてやる。心も体も全部燃やしてやるよ、このクソ人間もだけが。みんなの衆、あ、このマイティーツールが火炎プレートの道具っす。あおう、このマイティーツールは火炎プレートの道具、休むことなく撃つのです。焦りの筋肉です。これでよかった。もう一度行きましょう。命拾いして、このマイティーツールは全方位開放、全能の開始です。ノーティス、もう一度行きましょう。ノートをする。あおう、このマイティーツールズは全身で色の色を届けて、リロードするのじゃ。あ、このマイティーツールズは全身で色の色。一杯やりに行くとするかね。なんだよここ。なんか妙だな。ジャミングか？それともエブラ粒子のモード？ま、俺には関係ねえがな。
ここを丸ごと燃やしちまえば済む話だろ。ブレスが来る、みんな隠れて。遮蔽物の強度上昇、冷却水緊急投入。燃えろ。ないみたいね。でも今は遮蔽物が丈夫だからへっちゃらですよ。遮蔽物の温度上昇中、11秒後に破裂します。何がへっちゃらよ。ごめんなさい。死ね。コード状況更新。認識不明の個体が超高速で接近中。こんにちは、アークの皆さん。私はドロシー。地上をさまようピルグリムといえばお分かりでしょうか。私は今、アークを救うため地上から帰ってまいりました。